じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今日とっても天気がいいですね。はい。来る道いかがでしたか？暑かったです。暑かったですね。もう夏ですね。そうですね。はい。また1週間ぶりにこうやって集まりましたけれども、それでは先週の各自の広告指数は0点から10点のうちの何点だったかっていうことについてみんなで発表し合ってみましょう。じゃあこれはエリコンにからお願いします。はい、私の幸福指数は8点です。8点、はい、高いですね。はい、8点っていうのはどういう点で8点ですか？ずっと心も体もなんか元気がなくってリフレッシュしたいなと思ってたんですね。それで山の方に向かって歩いて行って、そこでたくさん木もあったし、アカシアの木の花も白い花も咲いてたんですね。で、鳥もいろんな鳥がチチチチチチさえつってて、それで私はなんかとっても心がなんか癒されて、ああなんか幸せだなと思って、やっぱり神様の愛って素晴らしいなってこう実感できたんですね。で、それでお家に帰ってもなんか疲れたなじゃなくって幸せだなっていうその波動を家庭の中でなんか与えられたかなって感じで。自然から神様をたくさん感じられたんですね。それではみんなでホームグループの指名書と誓いの書を読んでいきます。共感ホームグループ指名書、家は所定万事なる。1430家庭勝利のために天一国6年末までに12人の新子族メシアリーダーを立てる。2. そのために訓読心身浄化生成を通して心霊と真理で天父の御子様と誠の御子様の心情を対述する。誓いの書1。ホームグループの集まりを1週間に1回以上持つ。2. VIP に対するシーウェルとビジョンを共有して一緒に連動する。3. VIP リストを作成して毎日名前を呼んで祈祷する。はい、じゃあ今日から16週後のビジョンを目を閉じて描いてみましょう。静かに目を閉じてみましょう。さあ、16週後に私たちのホームグループがどんな姿になったのか描いてみてください。いつどこで集まっていますか？誰が集まっていますか？その場の雰囲気はどうですか？美しくて幸せな姿ですね。楽しんでください。ビジョン描けたでしょうか？ユキコンにから描いたビジョンについて発表お願いします。私が描いたビジョンは、このテーブルよりも3倍ぐらい大きいテーブルに、私の両脇には VIP が一緒に座っていて、皆さんの隣にもそれぞれ VIP が座ってらっしゃる、そんな状況で、そのテーブルの上にはみんなが持ち寄った美味しい万物がたくさん並んでいて、でお互いいろんな話をしながらみんな笑ってる顔でとっても心が通い合っている、そんな幸せな雰囲気を描いてみました。素敵なビジョン。じゃあそれではみんなで一緒に歌を歌っていきたいと思います。幸せなら手を叩こうね。はい、じゃあ、しーちゃん。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう、幸せなら肩叩こう、幸せなら肩叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで肩叩こう、幸せなら手をつなごう、
幸せなら手をつなごう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手をつなごう。はい、ありがとうございます。それでは祈祷していきます。愛する天のお父様、誠の保護様、今日もこのようにして私たちホームグループの集まりを持つことができるこの時間に心から感謝いたします。それでは御言葉の訓読をしていきます。祈祷がどれくらい偉大なのかということを、どれくらい祈祷の力が大きいかを知らなければなりません。私一人がここで祈祷を捧げましたが、あの立体世界の霊界を無限の世界を同意しておいて三角形を動かしておいて、はい、ということで今御言葉を訓読しましたけれども、この中で印象に残っているところとか単語などあったらみんなで共有していきたいと思います。これをじゃあ波読みからお願いします。はい、じゃあですね、祈祷についてですけど、この中でそうなることを信じて祈ればそれを目にすることができる、事実そのような力があるのですということで、3人が一緒に祈ればそのようになるということ、これが一番心に残りました。ですね。何か具体的にそのような力を感じた経験とかありますか？そうですね。この間VIP のために、みんなで一緒に1000回 VIP の名前を呼んだんですけど、その時にですね、VIP のために祈って名前を呼んでるんだけども、何々さん何々さんってしてるんだけども、自分が本当に神様が本当にその人のことを思っているその心情がすごく伝わってきて、もう本当に涙が出て仕方がないそういう体験をしたんですけども、一人じゃなくてみんなでそうやって名前を挙げて祈るっていうのが本当に通じるんだなっていうのを実感しました。すごい体験されましたね。一緒に祈るところに大きな力があるっていうことをすごい感じさせられました。それでは手元にある実践休校報告書準備できているでしょうか。はい、皆さん先週の1週間はどうでしたか？ね、いろんな出来事があったと思うんですけれども、その1週間のうちで一番点数が高かった日は何点だったでしょうか？それではこれはお腹のお姉さんからお願いします。点数は11点でした。1週間振り返って、はい、悩んでるたんですけど、だけどホームグループを1週間に1回ずつするようになって、みんなでいろんなことを心情を分かち合いながら、だんだん自分は1人じゃなくてみんなと一緒に自分の VIP のメール、VIP のメールを作ってみんなに祈ってもらうようにすることによって、だん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 やっぱり自信が湧いてきて、これだったら自分も伝道できるんだなっていうのをそれを通して感じるようになりました。そうだったんですね。なるほど。ホームグループの力ってやっぱり大きいですよね。そう感じます、日々。じゃあ先週は11点っていうことだったんですけど、今週は何点になることを思いますか？そうですね、やっぱり1点でも増やしたいっていうのと、自分が苦手なところを、やっぱり自分の伝道対象者に対して、連絡を取り合うとか、そういうことをチャレンジしたいと思います。そうですね。ぜひチャレンジできるようにみんなでまたお祈りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、私たちのこの VIP リストがここにあるので、このリストを見ながら祈祷していこうと思うんですけど、今日は特別に伴ひとみさんにこれから会うことになっているので、集中して伴ひとみさんを思いながらみんなで一緒にお祈りしていきたいと思います。それでは祈りましょう。ナマステー。
ございました。